スウェーデン王オスカル一世の王妃。スウェーデン五名は、ユセフィナーブレウクテンベリ。ドイツ五名は、ヨゼフィーネ・フォンロ・イヒテンベルク。ナポレオン一世の最初の妻、ジョゼフィーヌの連れ子である、イタリア副王、ウジェーヌ・ド・ボアルネとその妻で、バイエルン王・マクシミリアン一世の娘である、アウグステの長女として、ミラノで生まれた。ナポレオン三世の母方の重視にあたる。 1823年5月にスウェーデン王大使オスカル・ベルナドッテとミュンヘンのロイヒテンベルク宮殿で結婚した。結婚式は同年6月19日にストックホルムで行われた。スウェーデンに着くとナポレオン戦争に痛手を受けた国民感情に配慮してジョゼフィーヌの名前からナポレオーヌというミドルネームが外された。夫オスカルとは 相思相愛で結婚生活を送っていたが、彼は妻に隠れて平気で浮気を繰り返しており、後にそのことを知ったジョゼフィーヌは大きな衝撃を受け、苦い思いを日記に書き記した。ジョゼフィーヌはガーデニング、絵画という趣味を持ち、事前、改善の活動に参加した。また、自身は修正カトリック教徒だったが、子供たちをスウェーデンの国境ルター派で教育することに同意した。 このように信仰を変えずとも、彼女は王太子妃としてやってきた時から、スウェーデン国民から高い人気を維持し続けた。ありがとうございます。